はい、皆さんこんにちは。このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。アート好きの方はもちろん、そうじゃない方も今後の生き方のヒントになると思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、今回はですね、先週に引き続き岡本太郎後編です。前編の動画見てない方はね、ぜひそちらの方もご覧ください。今週も岡本太郎なんですけど、はい、あとね、はい、今日は動画の最後にね、ちょっと皆さんにお知らせと、お知らせというかね、お礼というか、ちょっとあるので、ぜひね、今日は最後まで、動画見てくれたらありがたいなと、思います、お願いします。で、岡本太郎。岡本太郎、やりましたね、前回。前回は、本当に前編って感じだったんですけど、今回はちょっと絵もね、ちゃんと出てきますんで、今日は絵見ながら、結構喋る感じかなっていう。後編ってことは今回で終わりですか？一応ね、一応なんか強引に終わらせる、強引っていうか、一応ざっくり終わらせる感じで。またね、なんかこの人取り上げてもいいかなと思ったりするんですけど。作品も絵しか、あえて絵しか持ってこなかったんで、絵の方。あの人は彫刻とか作るじゃないですか。そうだね。いろいろ有名なやつあるもんね、あれね。またそっちはね、そっちで。別にいつか動画作りたいなと思ってます。はい。でですね、プロフィール。前編はね、前編の動画で、生まれてからパリに行って帰国するまでをやったんですけど、今回はその続きからやりたいなと思います。じゃあ、プロフィール、ざっくりいきますか。1942年、中国戦線へ。1940年にパリから帰国した岡本は、兵役で中国に渡ります。軍では自動車部隊に所属。終戦後に約1年間の捕虜生活を過ごします。当時のことを我が生涯最悪の暗黒時代と振り返っています。1946年、帰国します。帰国した岡本を待っていたのは、青山にあった全ての作品、資料の焼失でした。川端康成や母、かの子の実家などを転々とした末に、上野毛にアトリエを構えます。翌年には本格的に制作活動を再開します。1948年、敏子と出会う。旧姓平野敏子は公私にわたるパートナーになります。後に養女になり、50年近く岡本の仕事を支えました。1950年、対極主義を表明。第2回アンデパンダンテにて対極主義宣言を読み上げた岡本は、対極主義協会の結成を呼びかけるも、賛同をあまり得られませんでした。1951年、縄文土器に衝撃を受ける。東京国立美術館で見た縄文土器に強烈な衝撃を受けます。翌年、美術雑誌水絵にて発表した4次元との対話。縄文土器論は論争を巻き起こし、社会的な関心を呼ぶまでに及びました。1952年、最初のパブリックアートを制作。1953年、ピカソを訪問。後にこの時の対談を著書に残しています。1957年、芸術新潮での連載記事のために、日本各地を巡り、精力的に取材を行います。1964年、東京オリンピック開催、参加記念メダルを制作。またこの年、代々木国立競技場のレリーフ。モザイクタイルの壁画を制作します。1967年、大阪万博のプロデューサーに就任します。就任記者会見の翌日、モントリオール万博の見学に出発、大阪万博テーマ館の具体的な構想に着手します。1972年、オリンピックメダル制作、札幌冬季、ミュンヘンオリンピックの公式メダルを制作します。1981年、芸術は爆発だ。日立マクセルビデオカセットの CM に出演。この時叫んだ芸術は爆発だが、流行語大賞になります。1984年、勲章受賞。フランス政府から国家功労賞を、後に1989年に同フランス政府より2つ目の勲章を授与されます。そして1996年、急性不全にて死去します。芸術は爆発だって CM だったんだね。そうなんですよ。だから多分印象が強いんだと思う。マクセルは結構あれだね。あれ、アンディ・ウォーホールマクセルのカセットかなんかの CM じゃなかったの。え、この芸術は爆発だもん、カセットの CM？ ビデオカセットの CM。あ、ビデオカセットか。うん。なるほど。そうなんだ。そうなんですよ。だから結構なんか強烈に印象が残ったのかなと。メディア出演もしてたんだよね、この人。流行語大賞だったの？うん。おー、すごいね。あとね、あともう一個ぐらいあったよね。なんだそれはとか、なんだこれはみたいなのも流行語大賞になって、ね。出演したテレビ番組で言ってた、なんか口癖みたいなのが、流行語大賞になってます。この後。帰国してからね、結構無になった状態から始まったんですけど、なんかね、一番失望させたのはやっぱね、このね、日本の美術の古い考えみたいなものに、めちゃくちゃ
なんか憤りを感じて、なんかそこでなんか結構前衛芸術、なんかこの革新、日本美術の革新みたいなものを目指してこう活動していくことになるんだけど、だからなんか結構作品だけじゃなくて、文章をこの人とにかくいっぱい書いてて、まあそれ結構芸術にとどまらずの感じなんだけど、人の考え方であったりとか、そういうものの結構革新みたいなものをこう促そうとしたんじゃないかなと、言えなくもないかなと思うんですけど、まあだからさっき芸術は爆発だって言ったけど、なんか僕たちがね、こう、岡本太郎に描くイメージっていうのは、おそらくこうの結構後半のメディアでの印象っていうのが強いと思うんですね。結構言葉自体ももっとなんか、こんななんかちょっとわけわかんない言葉じゃなくて、結構いい言葉とかも残してたりするんで、まあ本気になった方読んでみてもいいのかなと。なんか勇気もらったとかいう人とかも結構いるみたいなんで。うん。うん、まあ作品で言うとね、まあ、こう最初の結構公共向けの作品制作以降は結構多くのパブリックアート手掛けてるんで、意外に覚えてないけど見たことあるって人もしかしたら結構いるのかなと思った。俺もなんか思い返してみれば、ああ、あそこで見たなとかいうのが結構あって、今回出てくる渋谷駅の絵とかそういうのもあるんで、まあ、意外に作品には知らず知らずのうちに触れてる人なのかなと思います。作品いきますか。で、作品見る上で多分おそらく一番重要なのは、まあ、前回やったヨーロッパ時代に学んだ民族学っていうのと、縄文土器に触れてこう衝撃を受けたって、まあ、その瞬間かなと思います。じゃあ行きますか。まず1枚目、1947年夜っていう作品なんですけど、まあ終戦帰国後に描いた作品なんですけど、まあ、これね、木が顔っぽくなってるのがわかります？わかるわかる、うん、人の顔っぽくなってるんでしょ。そうそうそう、うん、それは結構なんかこのシュールレアリスムの系譜なのかなっていうのが見れるところで、結構この物質を人物像と重ねる手法っていうのが割とシュールレアリスムの一つの特徴って言えます。まあ、なんともちょっと言えない、結構狂気を宿した一枚だなと思うんですけど、この刃物を持ったね、少女とか、木の後ろのドクロが何を意味してるのかっていうのが何だろうなと思うんですけど。で、まあ少女のこう、いでたちからは、まあちょっと何かこう、巨大なね、ものに立ち向かう強い意志みたいなものを感じるんですけど、というのもまあ、この後ね、こう、旧体制の美術、日本美術画壇に宣戦布告して、文学者の原田正規らとともに、こう、前衛芸術活動を展開していくことになる。まあ、そのきっかけになった作品かなと思います。怖いですね。怖い。何なんですか、これ。何なのか、ちょっと、わからないんですけど、なんか、多分何かに、こう、立ち向かおうとしてるのかなと思うぐらいしか、ちょっと俺は読み取れなかったんですけど、ナイフを持って、戦う意志みたいなのを示してるのかなと思ったんですけど、なんか気になるところありますか。なんか、岡本太郎は、この絵をこう発表した翌年に、前衛芸術の研究会、夜の会っていうのを結成しましたみたいに書いてあるんですけど、うん、この絵を見て、この夜の会に入りたいと思わないなと。まあ、そんな風に思ってた。そうそう。まあそう、夜の会っていうのはなんかこの絵から撮ったらしいんですけど、あとなんかこの絵、お母さんの、かのこさんの本の表紙にもなってるらしいです。まあ、この絵をね、確かにね、見てね、入ろうと。思わない。怖いって。怖いね。怖い。何する会なのかな、夜の会。ね、怪しいね。まじないでもすんのかなって思っちゃいますよね。火になんか電気が走ってるみたいな感じするし。次行きますか。はい。1949年、重工業。まあこれ岡本が提唱した対極主義を形にした作品と言われています。何が書かれているかわかります？なんでしょうね。ここになんかこう、歯車みたいなのがあって、はいはい、その周りに人がこう、ヒューってなってて、うん、何ですかこれは一体。一応今言った、その歯車と、この周り、ちょっと記号化されたね、人がこう、ぐるぐる書かれてるんですけど、まあそれは、工業化に翻弄される労働者の様子らしいです。まあ、重工業っていうのもあるもんね。で、右下の方にもなんかちょっと抽象化された人がいるでしょ。はい、ピョンってやって、ちょっと楽しそうにしてる感じの。はい、まあ一応それは、なんかちょっと生き生きとした、発展するために働くぞみたいな人なんですよ。生き生きと働いてる。まあ一応、一番謎なのが、こう、ネギ書かれてないんですよ。長ネギ。はあはあ、まあ唐突にこう書かれた長ネギっていうのは、一応農業っていうのを表してて、一応工業と農業で翻弄される人、まあ虚無と、まあ躍動感ある人。まあ色で言うと、まあ緑とね、赤とか。補足関係で、対極にあるものを一つの画面に混在して描くのが、どうやら対立するっていうらしいんですよ。まあそういうのがよく現れた作品になってるらしいです。生き生きと働いてる人と、仕事に
こう翻弄される人と、そう農業工業みたいなね、そうだから長ネギがいきなり出てくるってなるほどね、うん、では次いきますか。次1950年森の掟、まあ、なかなか結構強烈な作品だなと思ったんですけど、まあ、これですね、一応1950年前後のアメリカ占領軍の指示でね、こう政府とか企業が実施した共産党審判に対する一方的解雇っていうのが行われたんですよ。まあ、レッドパージとか、まあ、赤狩りって言われるものなんですけど、まあそういうなんかちょっと当時の社会を表現した作品と言われています。じゃあなんかこれあれなんですか？その右寄りな、その社会体制をちょっと批判してるような、そういうやつなんですか、これ。そうですね、うん。で、なんかその赤い怪物あるじゃないですか。うん。このチャックついてるやつ、まあ、チャックついてるやつ。で、一応その怪物が、まあ一応国家権力みたいなものを表していて、まあちょっと日本の日の丸と被せて、ちょっと赤色にしたらしいんですけど。で、チャックがついてるのは、まあそう、こう一旦ね、そういうなんか、暴挙とも言えるこう政策みたいなものも、実はこの中身を暴露されると、めちゃくちゃバカバカしいよね、みたいな、そんなのっていうのを表現したらしいです。なんかわけわかんないのがいっぱい書かれてると思うんですけど。わけわかんないものばっかり書かれてるけど、これどういうことなんですか？一応なんか左にさ、人みたいなのがふにゃふにゃって、猫なのか左、人なのかわかんないですけど、その一応なんかその赤とストライプで書かれた人は、うん、赤、まあ共産党と、まあ違う派閥の人間を表していて、その真っ白なやつはなんかどっちともつかない態度を取る人みたいな。意味があるらしくて、まあそういうのが書かれてたりとか、で目玉この黄色いやつ、そう、うん、それはそれをなんか俯瞰して見る岡本太郎自身だみたいなことが書かれてたんですけど、なるほどなと思ったんですけど、その右のねなんか妖精みたいなの全然わからなかった、なんだろうなと思ってたんですけど、宇宙人かなと思った、妖精かなと思ったんですけど、一応なんかその社会を揶揄するような意味が込められてるんじゃないかと書かれてましたけど、まあ、そんな作品です。次いきますか。1962年、備える戦士。これ結構縄文土器の衝撃を受けて書かれた作品なんですけど、で、まあ、岡本太郎は、まあ、その後、日本再発見の旅を得て、こう書とか盆地とかに似たこうモチーフを描くようになります。まあ、この後なんか芸術は呪術だと言い出すんですけど、で、まあ、この岡本太郎が言う呪術っていうのが何かっていうと、こう人間生命の根源的混沌を最も明快な形で突き出す。で人の姿を映すのに鏡があるように精神を逆手にとって呪縛するのがジュースだと語っています。だからなんかこの頃の作品には結構タイトルがこう反世界とかさ予感とか、まあ、そういうねちょっと霊感的なモチーフっていうのが結構多く描かれた時期ですね、この60年代っていうのは。でまあこれはちょっとパリ時代の結構マルセル・モースの民族学、まあ言っちゃう魔法の研究みたいなのと、だからもうこう戦後に結構傾倒したこう宗教学者、エリアーデっていう方がいるんですけど、まあその著書のこうシャーマニズムであったりとか、まあイメージの神木とか、まあそういうものからかなり影響を受けたと言われています。この頃の作品が俺結構好きなんだなと思ったんです。うん。文字濃いっていうか、うん、なんかね、まあ赤が結構鮮烈なんですけど、割と好きだなと思いました。まあ、縄文土器とかに目つけてるあたりね、うん、と結構かっこいいよね、この辺。このうんデザインああ、フォルムみたいなのか。確かにね。やっぱなんかこの、やっぱ日本各地巡って、こう日本の風土みたいなものっていうのを結構見直したのかなと思える作品なんですけど。やっぱこの60年代ぐらいっていうのは、こう、霊的な方向に走るんですかね、皆さん。どうなんですかね。やっぱなんとなくこの、世界のこう少しね、表現とかさ、そういう、やっぱ、精神的にね。あるある。やっぱ高度な、うん、そういう精神性を持った人っていうのは、うん、なぜかね、なんかこっちの方向に走りがちというか。うんまあ、確かにね、ちょっと精神とかね、まあそういうもの感じますけど。60年代ね。60年代、ね。うん。この辺はちょっと面白い共通点かもしれないですね。で、次はですね、まあ、最後、1968年。まあこれ、まあ渋谷駅にある明日の神話っていう、明日への神話かっていう壁画なんですけど、まあこの絵そもそも2008年に、まあ、東京渋谷駅に、まあ、移設された巨大壁画で、もともとはこうメキシコシティに新設されるホテルのロビーを飾る作品だったんですね。ただまあ工事がね途中で頓挫してしまって、こう行方がわからなくなっていたものを、まあ、2003年にこう資材置き場にこう野ざらしにされているのを発見しまして、で2005年の再生プロジェクトで日本に持ち帰られて修復されたものです。まあ、テーマとしては反核です。まあ、中央にねちょっと原爆で炸裂する人体とか、こう
右の方にはね、こうビキニ環礁で被爆した日本のマグロ漁船、第五福竜丸のところが描かれていて、まあ左にはちょっと平和に暮らす人々が描かれてるんですけど、まあ一応こう結構過去、現在、未来みたいなものが、まあ、未来への希望みたいなものが表現された作品になってるらしいです。まあやっぱね、こう当時原発がね、こういつ投下されるかとか使われるかみたいな恐怖みたいなものは時代背景的にあったらしいんで、まあその辺から来てるのかなと。まあ岡本太郎結構反核の作品とか結構いっぱい残してるんで、そういうものにも興味があったのかなと思います。そういう社会性みたいなものを捉えるというのも岡本太郎の作品の特徴かなと思います。見たことありますかこれ？多分見たことあると思うんですけど、まあ覚えてないんですよね。やっぱこれあれですよね。チンポンがなんか付け出した。付け出したよ。これをでもホテルのロビーにドーンって活動したのかと俺はちょっと思ったの。で、一応なんか左の方にこうなんか寝そべってる人とかいるでしょ。まあ、それは一応なんかその、そういうものがない。まあ過去から学んで、そういう世界は作っちゃダメだよみたいな。未来への希望みたいなものを表してるって書いてありました。で、右の、真ん中から右の方は、まあ、実際こう、あったこと。で、左は、まあ希望。そんな感じになってるところね。そうですね。東京の人はね、ここみんな、こう、なんとなくでもね、見たことあるんじゃないかなと。ああ、そうですね。思いますけど、うんうん、はい、作品見たんですけど、まあ一応まあ最初に言った通り今回ちょっと絵画の方にまあ絞ってみました。どうでした？うん、なんか岡本太郎って感じ、うん、まあ、やっぱなんかでもなんか全体としてやっぱちょっと怖いよね。怖い怖いね。怖い感じするんですよ。好きなやつもあるんですけど、うん、でやっぱりねこう岡本太郎、まあ呪術な、まあ、それがやっぱ一つの重要なキーワードになっていて、ちょっと変な話になるんですけど、まあ、ちょっと一つ疑ってることがあって、こう縄文の時にこう衝撃受けるじゃないですか。まあもちろんね、それまでつけた、身につけたこう知識とか、こうインテリジェンスによる部分はあるんだけど、あの時ね、なんかちょっと別のチャンネル入っちゃって、うん、まあ、こう西洋でいうとこのね、予言とか、啓示を受けた可能性はないだろうかと、ちょっと思ったんですよね。まあ、それがちょっと神様なのかね、宇宙人なのか。まあ、それとも別のもんなのかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあだからこうちょっと人類のこうちょっと精神的な変革、変化を促す器としてのこう人間の機能っていうのをもしかしたら授かってたのかと思ったんですけど、ちょっと変な話になるんですけど、やっぱこの60年代変な人が世界中でこう多発したね、まあ主にアメリカで、ちょっと怖いなって思うところっていうのが4次元なんだよね。4次元だから。もしかしたら、こう、ちょっと死後の世界とか、うん、人間の精神体が死後に行った感じの、感じを思わせるっていうか、はい、なんていうんですか、5次元まで行かないよみたいなところに、ちょっと恐怖心みたいなものを感じる部分があるのかなと、ちょっと思ったんですけど、西洋とかだとなんかちょっと神様とかになるじゃないですか。ちょっと精神って言ってもなんかちょっと人間っぽくないっていうか、でも岡本太郎の解説あれっていうのは、ちょっと精神っていうのは、あくまでちょっと人間なんだよ、ね、なんかちょっと。うん、なんかそういうのを感じるからちょっと恐怖心みたいなものが起きてくるのかなと。すごいなんか人間っぽいテーマ、うん、そう人間っぽいんだよな、すごい、そう人間っぽいテーマをさ、うん、やってるじゃん、その政治的思想だったりとか、はい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 、まあ割と三次元的かなとは俺は思うけどね、うんうん、まあなんか作品によってだいぶちょっと違うらしいんだけど、うん、もちろんなんかそういうさっき言った社会的なもっと表面的なね、現世の世界を書いてたりとかするんだけど、うん、でもなんか根底にはなんかそのあるね、なんか死んだ後の世界みたいなものっていうのがちょっと垣間見えるっていうか、うん、少し霊的な部分っていうのが、うん、まあ興味はあったのかもね、そのなんか呪術とかさ、なんかこう結構岡本太郎が受けたシャーマニズムの本っていうのは、いわゆるこう呪術っていうのはなんかさ下ろすっていう印象なんだ、霊だったりとかそういうことじゃなくて、なんか精神を離脱させるみたいな意味なんだって。だからなんかこう精神が離脱後の、した後の世界みたいなものが見えるのかと思ったんですよ。それ死後の世界だ。もうだからなんかちょっとそっちなのかなと思っちゃったんだけど。そういうのに興味あったんだね。うん、やっぱね。相当あったらしい。うん。とかシャーマニズムとか、うんうん、そういうものは本当に好きだったんだなと思いますね。うん、ただね、こうね、まあ、つまり今のはちょっとなんか精神的な。話なんですけど、ちょっと美術的に面白いなと思った点があって、やっぱね、こう、シュールレアスもこう、出発点にしてるってとこが、めちゃくちゃ面白いなと思ったんですよ。まあ、このその後の発展の仕方とかね、結構面白くて、やっぱこう、同じこう、シュールレアリスムが背景にあった、こう、アメリカのね、うん、抽象表現主義とか、まあ、ちょっと共通する部分もあるんだけど、それとはちょっと違った感じの画風になってると。
いうとこがなんか美術的にめちゃくちゃ面白いのかなとか、うん、だから結構日本の風土を取り入れたりとか、うん、やっぱちょっと島国特有のまあ言っちゃえばちょっとガラパゴス化したね結構違う発展していって、またでも岡本自身の基礎っていうのはこうヨーロッパ時代に作られた西洋のものがまた基盤になってるってところも結構面白いなと思ったんですよね、うんうん、だからなんか結構文脈とかも読み取れるっていうか西洋の文脈に乗せても結構読み取れるってところが、うん、ああ思ったら面白いなと思ったんですよ、うんうん、だからなんか同じ精神を取り上げててもなんかその東洋と西洋の違いとか、うん、まあアメリカ、まあ、ヨーロッパ、日本って並べてね、こう違う部分をこう見比べてももしかしたらちょっと面白い部分とか発見できる部分はあるのかなと今回思ったんですけど、うんうん、まあ、岡本太郎多分ねやっぱこの絵画も面白いけど、うん、やっぱ彫刻とかの方もね、はいはいはい、すごい面白いんじゃないかなと、うん、そうだからねやっぱねそっちもまたなんか別でやりたいなと思ってるんですよ、ね、もっとパブリックアートとか、うん、言った彫刻立体の方っていうのも やろうかなと思ってますんで、そのうち、うん、あのそれはまた別でちょっと取り上げようかなと思ってます。今回やっぱ前編後編でざっくりとね見ただけなので、うん、まだわかんないな。そうなんです、うん、いやパブリックアートもさ俺思った以上にこの人作ってるのすごい、はい、やっぱりもうやっぱなんか取り壊されちゃったものとかもあるんだけど建築とかでも、うん、そういうものも相当な数あるんでね、ちょっとなんか頭いいのか頭悪いのかちょっとわかんねえなって思ったところがあって、あ結構壁画制作モザイクタイルのさ、うん、壁画制作をめちゃくちゃやろうとするんだよ、この人途中で、はいはいはい。大量生産だみたいなこと言って。うん、でも俺なんか毎日さ、話でさ、うん、モザイクタイルだってそんなすぐ作れないし、うん、めちゃくちゃ時間かかるよみたいなこと言ったじゃん。うん、いや、普通に考えれば無理だろっつって挫折したりとか、うん、したりとか、なんかね、結構なんかインテリジェンス感じさせるとこもあるんだけど、うん、ちょっとなんか、なんてここ突き進んでバカみっぽいところがあったりとかして、なんか結構可愛いなと思って見てたんだけど、うん、ああやっぱなんか魅力的な人だったんだなとはすごい思いましたね、うん、まあ、そんなモザイク壁画やろうとしてるんだったらね、うん、俺をバイトに時給1500円で、ね、雇ってくれればよかったよね。生まれてない石いっぱい運んだのにな、うん、まあね、そんなこともありつつ、はい、はい、まあ、今回の動画これまでにしましょうか。はいはい、今日は岡本太郎について、まあ、ざっくりお話ししたんですけど、まあ、ちょっと前編後編に分かれちゃったんですけど、まあ、楽しんでいただけたらなと思います。なんかあるんですよね、今日ね。実はですね、ついに、我々このエクスポージョン TV、はい、1000人を突破しまして。あ、はい。いや、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます、本当に。まあ、そんなにね、我々はね、うん、チャンネル登録数とか、うん、そんなになんかこう、取れていってやろうみたいな、あ感じのことはまあやってないにせよ、はい、やっぱりね一つこの1000っていうのは YouTube やってりゃ、うん、まあ割とちょっと目標みたいなとこあるじゃないですか。ああそうですね、ありがたいですね。1000人もの本当にありがたいですね。1000人もの人がね、はい、登録してくれて、でまあこれからね、うん、ちょっといろいろまた1000人っていうのを達成したということで、はい、ちょっとエクスポーションってもともとこのアートチームみたいな、まあ、たまに出てきますけど大原君とかメンバーもね、いるんで、大原くんとか交えてね、ちょっと、千人企画じゃないけど、ちょっとやりたいなと思ってます。企画させて動画ね、はい。はい。やりたいですね。また。これからもね、引き続きよろしくお願いします。はい。頑張っていきたいと思います。このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、動画への高評価、まあ、コメントね、何でもいいんで、まあ、リクエストとかいただいたらね、まあ、やりたいと思ってますんで、まあ、最近結構ぼちぼちもらってるんですけど、それもね、いろいろやっていこうかなと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。